文脈主義は、行為、発話、内視は、表現が行われる脈絡を強調する、哲学上の見解の集まりのことを指す。文脈主義は、それらの行為、発話、内視は表現は、ある重要な点で、その脈絡との関連でのみ理解されうると主張する。P を意味する、P ということを知る、A する根拠がある、そしてことによると、まである。 内しは正しい際も含めて、これらのような哲学的に議論の余地のある概念は、特定の脈絡との関連でのみ意味を持つという考えが文脈主義の見解には含まれる。脈絡依存は相対主義に帰着するかもしれないと考える哲学者たちもいるのだが、それにもかかわらず、文脈主義の見解は哲学において、ますますルフしつつある。倫理学では、 文脈主義の見解はしばしば状況倫理学、ないしは道徳相対主義と密接に関連づけられる。建築論では、文脈主義は、現代建築のタイプは、伝統的都市にとってありふれた、都市形態と調和させられると考える設計論である。プライス、フェルドマン、マッキー、プライス、ティモンズ。ありがとうございます。